GX-1GX-1 は、ヤマハのキーボードの1機種。1975年に発表。当時のエレクトーンの最高機種を作るというコンセプトで開発されたとされる機種。ただし音源部は、それまでのエレクトーンとは異なり、アナログシンセサイザーの基本構造とされるベコ、VC 界、微子で成り立っており、それらの機能をコントロールして、音色を時間的に変化させることを可能にしている。 したがって実態としてはシンセサイザーであり、現在ではヤマハの公式情報サイトでもポリフォニックシンセサイザー化という文言が記述されている。上記の理由からポピュラー音楽の演奏家やリスナーからポリフォニックシンセサイザーとして認識され、当時のロック音楽誌などでも記事が掲載された。また、その機能の充実度や価格の高さからドリームマシンと紹介されたこともある。 また音源や鍵盤制御の方式は、その後、名実ともにポリフォニックシンセサイザーとして発表された CS シリーズに転用された GX-1 の白い筐体のデザインは、それ以前にヤマハが開発していた EX-21 及び EX-42 を受け継いでいるものと考えられている。GX-1 が市販される前には、 プロトタイプの GX-707 が試作されていた GX-1 は GX-707 の重量を軽減するなどの改良を行ったものである。また GX-1 の後継機種のエレクトーン EX-1、EX-2、FX-1 EX、HX-1、LX-1、LX-1 メートル イーレス -01X、イーレス -02X が後に、ヤマハから発売されている。全体で、最大8音の同時発音数で、それぞれ2つずつのベコを持つ、3段の鍵盤を持ち、最上段は後年ショルダーキーボードの KX-5 でも使われた、奥行きの短い鍵盤を使っている。その他、リボンコントローラーも装備する。プリセットも備えるが、これは、 後年の c s 八十と同じく小型化されたコントロールパネルで音色を設定しておくもの、宇宙船のような未来的かつ非常に大型な外観を持っており、重量は二百五キログラムほどであった。九百七十七年に発表したエルプ4部作のグループ演奏で使用されている。また、このアルバム収録曲のライブ演奏を主目的とした同年のワークストアーでも使用され、 モントリオールのオリンピックスタジアムのライブを収録した DVD ビデオソフトで GX-1 を演奏している場面を見ることができる。キース・エマーソンはかなり気に入って使用している。彼は1990年代初頭までこの楽器を使っており、エマーソン・レイクパウエルの映像や1992年のブラックムーンのプロモーションビデオでも演奏している様子を確認できる。ただし、 彼は足鍵盤と椅子を除去してライブで使用している。当時のライブの写真を見るとパネル左上のエレクトーンのロゴの描かれている部分に何らかの改造したプッシュボタンが数個埋め込まれているのがわかる。インタビューによると GX-1 はチューニングが不安定なのでそれを対策する改造をしているそうであるがそれらの改造によるプッシュボタンなのかは不明である。その後、 自己所有していた1台を自宅の納屋に置いていたところ、トラクターが突っ込んで、納屋ごと GX-1 が大破してしまい、使用不可能になってしまった。そこでもう1台をジョンポール・ジョーンズより購入している。その後、彼がカール・パーマーと結成したバンド3においては、ライブでは GX-1 を使用せず、代用としてエレクト・オン HS ・ HS-8 を使用していた。 レッド・チェッペリンのベースキンキーボード奏者である、ジョン・ポール・ジョーンズが主体となって制作したと言われる、アルバム、イン・スルージ・アウト・ドアで使用されている、同時期のステージにも持ち出され、以前に、ステージで使用していた、メロトロンに代わって使われることとなる、ジョーンズの GX-1 は、後年キース・エマーソンに売却された、1976年のアルバム、キー・オブ・ライフでは、 全面的にフィーチャーされており、ビレッジゲットをランドでは GX-1 による減額死重奏を聞くことができる。彼は GX-1 を2台購入しており、そのうちの1台は、現在はラスベガスにあるマダム達奏館の中にある彼の老人形のコーナーにおいて、その老人形が弾いている様子で展示されている。彼は GX-1 のことを ドリームマシーンと呼んで愛用していたオランダのキーボード奏者その名も GX-1 という GX-1 とリズムマシンのみを使ったソロアルバムをリリースしているドイツのキーボード奏者アルバムアラカルトで使用自己所有ではなくリリースされたものだったキースエマーソンの GX-1 を購入1台を自宅で使用現在は ストックホルムのロートハンドルスタジオに置いてある。かつてアバの曲ザ・デイビフォーユーケーブなどで使用され、ライブでも使用されたこともある。短期間ながら所有していたことがある。ただし、レコーディングに使用されたことはない。2009年のアルバム、ラビエレクトロニーク3のジャケットに、彼が GX-1 を操作している写真が使われている。ただし、彼自身が、 GX-1 を所有していたのか、どの曲で使われていたかなどは不明である。彼が GX-1 を弾いているライブの写真が存在するが、彼自身が GX-1 を所有していたのか、どの曲で使われていたかなどは不明である。使用機材の一覧の中に GX-1 の名称が記載されている。彼自身が GX-1 を所有していたのか、 どの曲で使われていたかなどは不明である。1976年のユートピア発来日公演時に使用されている日本のエレクトーン奏者。当時に日本の各地にてエレクトーン教室の発表会にゲスト出演し GX-1 またはその全身機種である EX-42 を使用していた。共に日本のエレクトーン奏者。1976年に連名で アルバム GX-1 ヤマハエレクトーン GX-1 が開く新しい音楽の世界を発表。ありがとうございます。